はい、で、あの雨祭りの日14、15はあのオールスターゲーム試合がないので、ね、あ、私とあのまあ、マークさんじゃん。よかった。じゃあこちらで、ということで、さあじゃんけんの方は終了しちゃいましたが、高作さんぜひあの、はい、PR があればどんどんお願いします。はい、はい、先ほども言いましたけども、今度の4月14、15、16日は千葉県最南端南房総白浜にて雨祭りという100人近い浜さんたちが松明を持って海の中に入っていくという、日本ではほとんどないというか全くないお祭りです。花火と火と、映像と音楽と、そして日本で2番目に古い野島滝灯台という白亜の灯台、5つのコラボレーションが見れる、そんなお祭りが、千葉県最南端で行われますので、ぜひ3日目にはですね、150メートル1トンの大綱引き祭りもあります。皆さんぜひ南房総に遊びに来てください。